い、ネイルドットコムです。今日はちょっとやっと、本当にね、ずっとやりたかったことをやっていきたいと思います。私がまず何をやりたかったのかと言いますと、こちら傷がついちゃったりとかするのが嫌で、クリアタイプのカバーを今つけてあります。このクリアタイプのカバーに今日は、ストーンデコやっていきたいと思います。ちなみに私ストーンデコぶっちゃけ全然得意じゃないので、参考になるかどうかはわからないんですけれども、どのぐらいね、この MacBook Pro をデコるのにストーンが必要なのかもちょっとまだ分かりきっていなくってですね、とりあえずこのぐらいストーンは購入しました。今回購入したのはネイル工房さんで販売されている7ストーンですね。サイズ感が結構ランダムに購入しました。カラーはオーロラタイプ。まずね、とりあえず四の五の言わずに始めていきたいと思います。どのぐらい時間がかかるのかもそうだし、ストーンがこれで足りるのかもね、見ていきたいと思います。まずは今日使うものを紹介していきたいと思います。前回ネイル工房さんで行われていた半額セールの時に購入した7ストーンですね。で、まあ、サイズが SS の20。何にも書いてない、わかんない、何にも書いてないの。ランダムな感じで作りたくて、結構ね、いろんなこうサイズのストーンを今回購入しました。まず半額セールの時に購入したストーンはこんな感じですね。 SS の8が5個、 SS の10が7個、 SS の12が8個、 SS の16が7個、 SS の20が5個。一番とにかく大きいサイズだったんですけど、それを3つ購入しました。届いた時に、あれ？これ足りないんじゃね？ってなったんですよ。ということで、こちらがね、お買い物マラソンで買い足したものになっております。こちらもね、ちょっと並べていきます。 SS の8を4個プラスして購入して、 SS の10が1、2、3、4。なんで SS の6頼んでんだろう。6めっちゃ届いてるじゃん。私6頼んだっけ。届いてるってことは頼んだんだ。で、これ大きいサイズのものが3つで、12、6で、これが20ですね。まあ、全部で今、ここにあるオーロラストーンですね、こんな感じになっております。で、こちらがですね、こちらプリンセスカラーズさんから以前、いただきました。こちらもオーロラのストーンになっていて、ちょっとね、色味的にやっぱり同じような感じではあるので、こちらもね、今日は使用していきたいと思います。まず SS の6が4つ、 SS の8が9個、 SS の10が11個、SS の12が12個、SS の16が7個、SS の20が9個、こちらが6個、用意してあります。プラスでこちら、こちらプリンセスカラーズさんの、オーロラストーンですね、用意しました。まずね、その大きさによってこうトレイに置いていきたいなと、そこから取ってやっていく感じにしたいので、こちらはセリアさんで購入しました三角トレイになっております。3個セットのものを3つ購入したので9個。あります。9これ足りるよね。7個、7種類のサイズを購入してあるので、これをね、まず7種類出します。結構薄型なんだけど、きちんとしたこのなんていうの、硬さがあるプラスチック使いやすいと思う。で、こちらの三角トレイの中にまず出していきたいと思います。このトレイにこのマッキーペンを使って数字をね、まず書いていきます。30か、これが SS の30。6使うかな。いや、6いらない気がするな。ちょっと作戦変更で6使わないです。6はね、結構こんな感じでちっちゃいので、6は普通にネイルで使います、今後。まず3袋ずつぐらい出していこっか。まずはここのアップルのマークの部分の周りをちょっとちっちゃめのね、ストーンでまず囲いたいと思うので、 SS の8を先に出します。はい、 SS の8、3袋出しました。使っていくボンドはこちらですね。エポクリアという A と B を混ぜて使うタイプのものを用意しました。
攻めラインでもいいんですけど、結構ねこっちの方が混ぜない限りは出してても硬化しないので私的にはおすすめです。あとよくストーンをつけるのに使用しているこちらですね、こちら多分どこで購入したかはちょっともう忘れちゃったんですけれども、シリコンになってて、くっつくタイプのペンです。でこういうネイルフォームの裏紙を使ってやっていきます。まずはね A と B を同じぐらいの量こんな感じでフォームに出します。で、ちょっとずつ混ぜながら使ってってもいいんですけれども、混ぜるときに私はねいつもこの爪楊枝使います。で混ぜたものをちょんちょん置きをしながらこのアップルのマーク潰していきます。潰していかない、あの形をね囲っていきます。でこれね同じ量混ぜないとちょっとねうまく硬化してくれないところがあるので、そこだけちょっと注意をした方がいいと思います。やっていきます。あやばい、ちょっと待って、量が多かった。ボンドが広がってちゃってちょっとボンドが見えちゃうとね不格好っぽく見えるけど、もういっぱいやっちゃった。こんな感じで広げていけばいいんじゃない。結構ぎっちり仕上げる予定だから。これ6の方が良かったかな。やばい、ちょっとね固まってきてる温度が、さっきよりもね明らかにこのビヨーンってねなる粘度が違う。ここのはみ出してる温度材をエタノールを使って拭き取ります。あれでもいい感じじゃない、スタートとしては。ちょっとだけ SS の6使いたいので、普段使ってるストーンの中から6をちょっと使います。これてっぺんも6じゃね。あーす、まずこんな感じでアップルのマークを囲うことができました。初めてにしては結構うまくできたと自信を持ってしまっている自分がいる。次はここの周りの枠を囲っていきたいと思うので、16なるべくまっすぐ目にやっていきたい。端から行くべきだよね。これはね結構ね周りはこう等間隔を取るために微調整をねしたいので、微調整をするためにはこう、ね、多分なるべく早く乗せていかないとダメだと思う。待って待って、ずれてる。
待って、やっと一列が終わりそう。最初やったところはもうガッチガチに固まってる。こんな感じかな。1列終わって今こんな感じです。でこれね、横とかもねちょっと全部やっていきます。いやこれ結構ね、結構大変っていうことに今気づいてる。このね、エポクリアってね、臭いんだよね。はあ、ここまで終わりました。これあと半分やるんでしょ。待って、絶対16足りないじゃん。あと4個しかないし。足りなそうなので、もう一個ちょっと追加で開けます。はい、全体をまず囲み終わることができました。ただ全体を囲っただけなのにすでに2時間以上が経過しているという驚きの不器用さ。ちなみにこの枠を囲っただけで SS の16を3袋半使いました。でこっから中を埋めていきたいと思うんですけれども、 SS の30の、これをランダムにいろんなところに配置していきます。ランダムに置くときはだいたい対角線上に置いてバランスを見ていく、その統一性があるみたいな感じで置いていかないと。待って、絶対こんなに必要なかった説ない？こんなもん？え、意外とこんなもんかな。まず秋じゃない、最後にやったのどこだ、この辺、あれ違う、あこの辺絶対そう。もうちょっと周りのラインが固まるまで少し待ちたいと思います。